はい、えー、では担当リサーチ、えー、徹底分析会というところで、えー、まず最初ですね、前半私の方から、えー、話をさせていただきます。えー、担当は弁理師の阿保です。皆さんこんにちは。えー、まあひとまずね、えー、もう一週間経ちましたけれども、まあ担当試験はお疲れ様でしたと。 というところで,す、ね、でまあ一応今日の流れとして一応前半の方で私のあ全体的な話というところで、えー、させていただきたいと思っていますでまあ全体的な話というところでまあ簡単に、えー、まあ過去問っていうかね本試験の問題自体をお持ちになっている方が多いかと思いますので一応まあ問題に応じてちょっと話をしていきたいなというところなので、まあ、お持ちの方はあのお手元に問題ですかね、まあ、あの問題の解説のはちょっとしていきませんけれども今回のガイダンスではねどちらかというとデータからちょっといろんな話をしたいなというふうに思っています。で、えーと まあ総括的なことで言いますと例えば問題文の長さとかそういったものはまあ例年通りりというか、まあ、去年と踏まえて同じぐらいだったかなと、まあ、非常に特許と一象が長いという印象ですので解く、まあのがまあ少し大変という形ですねだからまあ時間配分をまあどうするかというところが非常に担当戦略では重要になってくるというところがまず一点です。で、まあ、皆さんも,もう当然ご存知だと、まあ、ご存じか抜ければもういやおうなしに分かったように商標が難しい今年は。 もうあのびっくりするぐらい難しいというところで <laughs> あの、まあ、担当リサーチの方であのまで、あ、分析したところですね、まあ、商業に関してはその簡単な問題が一個もないというところなんですね。で、えー、っと正答率で考えたときに、まあ、ちょっとざっくりざっくりの予想しますけど、まあ、特実衣装。以上 商標で、えー、条約著婦ってやって ABCD と、まあ、4ランクに分けてうとしまってまして4ランクって大体、ま、A ランクって、まあ、よく私の論文の項目なんかでもこういう分け方するんですけど A ランクはまあ70%以上の人ができたよっていうなのでもう落としたらちょっと困る。 正答率だけから見てね正答率から見て困るよっていうところで,で B ランクがまあまあほぼ半分50%ですねだからまあここまではなんとか取っていただきたいであとその中でまあ C ランクっていうところをまあどれぐらい拾っていくかってところで C ランクが大体いい30%ぐらいかなとで D ランクがあのそれ以下ですねほぼ無視していい問題。 ということになるんですねでそう考えた時に例年は条約と調布がやっぱりあの難しかったり優しかったりしてそこで足切りになってしまう方も結構多いんですけれども今年ですね著作不況があのかなり簡単で9100っていう要するに70%以上できている問題が9問っていうところなので、まあ、もうほぼほぼあのここに関してはもう皆さんが解けてるっていう状況ですね。だから著作不況で、えー、と今年あアレックの この弁理士担当リサーチで,です、ねえっと、調べたところ、まあ、仕切り点に残念ながらなってしまった方いわゆる全体では今ちょっとまだわからないですけど、まあ、ただ仮にボーダーを39点だとしたときに39点で著作不況が3点以下になってしまったという方はあのーまあ、お一人いるかいないかという状況ですね今年はだからまあほとんどの方がまあそこでのボーダーは引っかかってないそれから条約に関しては、えー、4150とっていうことで。 まあなんとか A ランクの問題が実は4つあるんですね、PCT が、えーとまあ、1問目が割と優しかったところがあって、でそこでまあ取ってで、トリップスとパリがわ割と取れてるかなということですね、もう思ったよりトリップスが正当率が良かったなというところで、まあ、そう考えると、まあ、なんとか条約についても足切りは避けられたという方が多かった、まあ、先ほど言ったように、まあ、担当リサーチの結果を見ても、ですね足切り点にかかってしまった方は、まあ、本当に押し取いるかいないかっていう感じですかね。 ちなみにほの特許とかに関しては A ランクが6問 B ランク8問っていうところで、まあ、C ランク6問 D ランク0問っていうところで,でこう考えてみると、まあ、あの14問 AB ランクで取れると半分以上正解してる方がここできっちり取れるというところで,で衣装に関してはちょっとまあ若干難しい印象はあったんですけど、まあ、3520という形ですかね。 まあ、3二20っていうところで考えると、まあ、8問は半分以上の方ができているということになります。で実際にえっと私の方がですね、まあ、あの勉強っていうところで割とその自分のまあゼミ生があのいましてでゼミ生のまあ担当免除の方ですかね。 担当免許いいとか講述の方はやっぱり練習にといたほうがいいよってことをしていてふ普段は担当の問題はやる必要はないと私は言っているんですけど論文受験生にはただ、まあ、あの担当の問題だけは一応解いてみなさいという話でと解かしたらやっぱり特許は15、六6点取れるんですよ。大体幅的には13の方っていたかなちょっと分かんないですけど確か14か5、16、まあ、が一番多かったかなで衣装醤油がやはりあの衣装が8点ぐらい取れてると過去問やってないですよ。 1> 1年間ずっともう去年、ね、免除になってやってやっていてあとなんかまあ私の前でこうツイッターでいろいろ見てるとあの合格者の方も解いてる人がいてもう,もう去年じゃないなそうだ去年の合格者が解いていてやっぱり特許それぐらい取れてるんですよ。うん、なので実はこれ例年なんですけれども特実4法に関してはその担当の論文組ってまあよく私言うんですけれども担当免除になっている方でも結構点数を取れるんですね。 かといってじゃあ皆さんが来年ね担当に向けて担当のここもやらないっていうのはかなり危険ですよそれはそれはちょっともうあの無謀ですけれどもただ十分さえしっかりできていれば分かっていれば実はその点数は取れるはずなんですねで商標がただやはり合格者とかもあのちょっとシビアでしてまず A ランクがゼロですね70%以上できている問題というのが一問もないっていうあの今年ちょっと異様な状態で,で B ランクですら3問なんですよ50%以上。 C ランク5問 D ランク2問っていうだからその正答率30%割った問題って今年商標しかないんですけれどもでこう考えるとあのかかななりきつっったなって商標でさっき言った足切りにかかってる方が、えー、39、えー、点以上取ってる方で、まあ、ほぼ5%ですかね10%までいってないですけど39点以上取れてる割合で5%ぐらいの方が商標で今年足切りにかかってますね。 かなりあのきついいと思いますねやっぱりあの商標法であしって今まではちょっとないこの足切り制度あの科目別の制度が一昨年から入ってますけどやっぱ例年は条約か著作でどっちかでダメだった、ね、全体としては42だったけどあの著作権が2点しか取れなかった条約が3点しか取れなかったという方は毎年いらっしゃったんですけれども商標でダメでしたっていうのはあの今年初めてですねで、まあ、正直言うとちょっと特許調査難しすぎたんじゃないのっていうのが。 うん、あの感覚ですねで実際まあ,あのたまたま私がまあ担当速報会も商標担当でなんか今年の問題難しいなと速報会でずっと解いててで他のなんか先生聞いたら「いや簡単に終わりましたよ」って、ね、なんか自分がよっぽどできないなと思いながら速報やってたらやっぱどうやら商標が一番難しかったってなんか去年は PC で難しくてやっぱそれも PC として解いてて難しいなと思ってたんですけどなんかまあ引きがいいのか悪いのか、うん、あの今年は商標が非常に難しくてで何がやっぱり私も解いてて速報会で難しかったかっていうといくつあるか 問題ななのに切れないんですよ枝が理屈あるか問題だから枝が切れないじゃないかと思うかもしれませんけどそれは実は逆で12345の択一の問題ってあの正解は3だけどあの枝2の根拠がわからないってことはよくあるんですこれは本詞っていうのは。我々は担当速報とかで全部理由を説明しなきゃいけないので、まあ、正解は3って分かってんだけど2がなんでツなんだとかあのそういうことはよくあるんですよこれ。なんだけど今年はいくつあるか問題でりもかかわらず「ろ」の根拠が分からないみたいな。 で我々がパッと見ても労の根拠がすぐわからないってことになればこれ受験生やったらますますわかんないですので、まあ、かなりやっぱりきつかったなという気はしますね今年は。うん、でだからまあちょっと来年のことをちょっと踏まえて言うとちょっとまあ条約と著蓄に関してはあのこの傾向になるとはちょっと思えないですねちょっと今年はサービスになってしまってるかなとで、まあ、特にまあ著作権と布教法は改正がだいぶ入るっていうところがありまして。 まあちょっと改正法のところが出るかなと言われると、まあ、著作権に関してはちょっとかなり厳しいあの内容が、まあ、そこが出るとはちょっと思えないんですけれどが不正競争防止法はちょっと細かい改正ですねで実際、先日国会で成立したんですけれども全体の改正は1年6月以内ということになっているので多分来年にはあまり影響出ないかなと思いますけれどもただいくつかの条の番改正入りますので不正競争防止法はそういったところではまあ条約あの著作不況に関してはまあここまで優しくはならないでしょうし 条約に関しても、まあ、今年と同じ傾向になるかと言われると、まあ、ちょっと微妙か、まあ、まあ同じ可能性はありますけどね、まあ、あの程よいぐらいにはなったと思いますけれどもということになります。でやっぱりじゃあどういう対策をしていかなきゃいけないかというところで考えたときに、まあ、4法がまあかなり重要ということになるわけなんですけれどもやっぱり一つは育クサルか問題。 の対策というのは極めて重要ですかねでレジュメのところは一応毎年この辺の数値をちょっと出してるんですけれどもやっぱりいくつあるか問題に関しては今年も増えたかなという形ですね、うん、あのどれかというのを聞くよりかはいくつあるか問題についてはちょっと増えたかなというところになりますので、まあ、そこについてを対策としてどうするかというところは確かに課題ですよね。うん、で、まあ、実際ちょっと過去問もですねあの見ていきたいんですけれども、まあ、例えば特許 のとところで見ていくと、えっと、1問目については正答率、まあ、B ランクですかねさっき言うところの。なのでまあ正答率的にはまあ中ぐらいと真ん、まあ、中はちょっといいぐらいかなというところになりますし、まあ、問題2に関してもまあ B ランクっていう形ですよね。で、まあ、問題1も問題2もまあいくつあるか問題というところにはなるんですけども。 えとまあ、どちらかというと、まあ、問題一はこれはすっと解ける問題かなと正当率的には B ランクなんですけれども問題レベルとしては私は A ランクだと思いますね。うん、聞いてること自体もう、まあ、そんなには難しいところを聞いてないもう,もう典型的なところです。まあ、確かに、まあ、ね、うん、若干 微妙なところはあるんですけども、まあ、正解自体はは出せないい問問題題、まあ、あつあるか問題というかとう組み合わせ問題ですねすねません組み合わせ問題なので、まあ、ここは正解出してほしいなと。で2問目のいくつあるか問題は、えっと、2とかがちょっとまあ判例の問題ですけどただ過去問でも問われているところですからあのここについてはまあしっかり解いてほしいなという感じですね。で3問目についてがまあ B ランクの問題ですけどもやっぱいくつあるか問題はなかなか A ランクはいかないなと。 どうしても1個ずれちゃうと正解がずれますので,でここに関してはまあ最低とかの問題が出ていますので、まあ、言葉をしっかかり見れてれていばできたのかなと思いますでその中で4問目がこれ A ランクの問題なんですけれども要するにもうこれも確かに正解の枝が4だっていうのは、まあ、ちょっとこれ総則のところなので難しい、ね。この枝だけ見ちゃうとね ただやっぱりいくつあるか問題ではないのでバランスということで考えると、まあ、70%以上の方ができてますしあのこういったところはきっちり抑えていくということになるかなと思いますね。で5問目がまあ B ランクやはりここもいくつあるか問題なのであんまりできてない感じで6問目があのこれ A ランクで、まあ、ほぼできてるっていう方ですね。うん、で結構穴埋め問題は皆さん得意なようで。 で逆に今年の商標の1問目みたいに見慣れない問題というか問題自体難しくないですよね商標法の一条をかけつってるんですからかけっていうかどれですかって聞いてるんですからでもやっぱり見慣れないとやはり正答率が低かったというのはありますねで7問目も B ランクですけれどもまあこれもまあいくつあるか問題ではなかったのでまあなんとかもうちょっと正解してもいいかなというところですねで8問目はやっぱ割と過去問のベースのところですのでこれ A ランク でまあ、皆さんできたかなと、まあ、いくつあるかの問題でも 4A だっていうところが大きかったんだと思いますで9問目が A ランクで、まあ、審査っていうところですねで勉強していく上でやはり審査のところとあとはまあ44条みたいなところですね分割とか、えー、国内優先41条っていうところに関してはやはり落としたら厳しいですもん少なくともそこは正解ができるいわゆる書いて手で動かせば解ける問題なんですよね知識問題ではなくて。 だそこに関しては、まあ、実際入門講座であってもそうですしあのまあ自分なんかの,あの、まあ、中上期の,の講座というか担当会報なんかでもまあよくやるところですからここについてやっぱりしっかり取っていただきたいなと思いますね。で10問目に関しては、まあ、これも A ランクでまあ問題ないかなという形ですねで11問目に関しましては、えー、とこれができてないですね C ランクというところでやはり審判というところになります。 でこれ審判の問題なんですけれども実は一個一個はあの過去問ベースの問題で新たな問題というわけじゃないですね商業の方の審判の問題はちょっと審判便乱とかから出てるので特のかなりきつかったんですけれどもこちらに関してはあの、まあ、実際 C ランクですけれどもできてほしい問題ですねこの11問目に関しては12問目は B ランクっていうところで、まあ、ここはちょっとやむをえないかなと生きざるか問題ですからね。 で13問目も C ランクというところでこれ、まあ、正解は4番というところで、まあ、雇用権についての問題のところを聞いてるわけですけど2番と間違えた方が多かったというところですね。で2番に関しては結果的にその最初のところですね特許を維持すべき旨の決定の確定後っていうところで決定の確定後じゃなく、あのー、これ特許を維持すべき旨の決定の確定後なんですよね。で意義の再審って、まあ、条文上は確定した取り消し決定に対して。 というところなので、まあ、そこが違ってるという話では思うんですけれども、まあ、そもそもやっぱりいうとところから考えてあの間違なないで欲しいなといでしわゆる再審っていうのは不服申し立て手段がもう尽きた時ですよね何,かも何もかもやってで全て不服申し立て手段が尽きたから何も取るべきことがないだから再審をやりましょうって話なので,でそう考えればあのこの2番目っていうのは特許維持すべきってことはまだ無効審判請求できますからね。 そういった意味でもま正解は出せるかなとで。結構皆さんその過去問をやって勉強していく段階で結構問題文と何ですかね。こう解説だけを一生懸命やっていっちゃうんですよ。直前ででそのやり方をしてしまうと、結果的には条文の理解とかではなくって、あの回答を覚える作業になってしまうんですね。で、そうするとやっぱり成績は伸びないです。 で実際にあの私がよく講座なんかでも言ってるのはそのまずどうしてそうなってるかっていう、ね、理由づけをしっかり考えてくださいと。で勉強っていうのは、まあ、実は2つっていうかまあ論文に入れると実は大き,大きく3つの考え方が必要で,で1つは条文を理解すするる力なななんですよなぜそううっ,っていのかもう1個は試験として点数を取る力ですね。 だ当然試験なので点数を取っていか,ら取ったからなきゃいけないというところでまあ、特に論文なんかの時はよく言うんですけれども点数がつくことを書かなきゃいけないあともう一個は弁理士としての考え方というのがあるんですけれどもそれは完全に論文の話なのでちょっと今日は割愛しますけれどもそこのなんでそうなのっていう趣旨が割となくてで十分がこうなってますで多分解説を見たら例えばこれが来年ね過去問の解,説解答書に載ると十分がこうですとよって×みたいになるともうそこだけで終わっちゃうんですね いやそうじゃなくてなんでそういう条文になってるのかなっていうのを、まあ、ちょっと自分ななりに理由をつけるとととといいうことは、まあ、とても大切かなと思いますね、はい、でちょっと話進めますけどで14問目がこれ C ランクですね。っていうところになりましてこれは結構まあ1番との枝が間違いが多かったというところで1番だから枝の葉ですかね。葉ってこれ過去問なんですよねやっぱりね。でこの中でも私もよく言う話ですけれどもこれ6年でしょ。 6年ってそもそもも明らかに違うんででこれ方式ですよ実体的に見なくていいんだもう5年までって書いたんだから6年って明らかに誰が見たってはじけますからこれ方式ですよねってところになるので、まあ、歯については拒絶理由じゃないよっていうところをやっぱりパッと判断をしていただきたいでこういう例えば歯みたいな問題はあのもう見た瞬間に答えが出せる悩んでると多分本誌では時間がないです で皆さん多分今年ね商標がすごい難しかったと多分来年解説を読むとねあの審査基準とか審判委員団とか載ってると俺そういうとこやんなきゃと審査基準とか勉強しなきゃ審判委員団やんなきゃって言うんだけどあのそうじゃないんですよ。まずはあの過去問の範囲をしっっかり潰すってことが大事なんですねで実際まあ,あの私の入門講座の受講生さんとかで、まあ、今年あの、まあ、実際45とか6取ってやるっていう方もあのいらっしゃいましてで何をやってるかってやっぱり過去問だけなんですよ。 一年目の方でやってるんで,で、自分の場合ですと、あの結構その条文ごとの過去問っていうのを教材で使っていて、まあ入門講座でも、まあ中上級の講座でも、基本的にはもう条文ごとに足を全部分解しちゃうんですね。で、過去問っていうのはこのバラバラにやっていくと知識がつながっていかないんですよ。例えば特許法の135条って何が出てますかって言っても、こことこことここに出てるっていうと、なんか毎回始めましてになっちゃうんですね。だから135条はこういう問題が出てますよ。 で商業法であれば例えばもう32条はこういう問題が出てますよって言ったらまずは過去問の論点ががせるんですすねそこがすごく重要まずは過去問の範囲をしっかり潰した上でじゃあ条文を素読するなりっていうことをやっていくとあの知識としては積み上がっていくんですけど皆さんやっぱそうじゃなくてどうしても過去問をですかねこう年,度年度別というかは出た段階で見て解説読んであ間違えてるから直さなきゃみたいないう形になってしまうとそうするとなかなか定着しないんですよね。 でまず過去問の範囲をしっかり定着させると今みたいな問題であ過去問だっていうところはすぐ切れるので枝がでそういうところはすぐ切っていただいてで時間をかけなきゃいけないところをしっかり時間かけるっていうそういう戦略がまあ必要になってくるかなと思いますねだからまあそう考えるとこの14問目っていうのは C ランクなんですけどまあ,あのちょっと他の枝ねこれあってあのまあ2とかがちょっと難しいかなと思うんですけどただまあ2はまあ条文通りでもあるんですけどね、うん、ただまあもうちょっと正答率高くてもいいかなという問題ですね 15問目も C ですまあここはちょっとはですねいくつあるか問題でで16問目が B でやっぱりだからどうしてもあの枝別です枝別というかいくつあるか問題はなかなかできないですよねで17問目がこれも C ランクですねこれもっていうかこれは C ランクですでこれがえっと5番と悩んでるんですよね結構皆さんねだから「は」というのは多分正解出てるんですよ 4か5っていうところだから4と5だけで一応正解率っていうか80%以上の方は4か5を選んでますんでだから「歯は分かってるんだけどだから「方っていうのはいつからのいつの期間に取り下げたものとみなされますかっていうのを普段勉強してる時にちゃんと線図を書いてあ,あここからなくなるよねみたいなことを書いてるかなっていう単純に十分の字面だけ折っちゃってああもうこうですよねこうですよねってやってしまうとやっぱ本詞って慌てるので。 問題文も長いのでどそれはもうやむを得ないですある程度見落とすのはだから普段から見落とさないような対策をするってことでいえばある程度そういうやっぱ図に書いてみるっていうのが大事かなと思いますねで18問目も十八問 C ですねこれもできてない感じでまあ実はまあ結構皆さん苦手なのでまあやむを得ないかなという感じですねで19問目は A と、うん、いうところでまあ結構よくできたなというところですねはいであと20問目か20問目 B ですね やっぱりまあイクサルが問題出すと出すとじゃないやですと、まあ、生徒率は下がっていくという形になるかなと思います。で衣装の方ですけど衣装に関しては1問目が B で2問目も B ですかね2割ぐらいの方が枝に選んでますので、まあ、組物ですからね、まあ、個々の物品の衣装については登録要件満たす必要はないっていうのが、うん、まさにその通りかなと。 4番となんか逆のこと言ってるみたいですけどもこれよく「組物」って質問いただくんですよで何を質問いただくかっていうといや構成物品ごとを見るって言ってるのと見ないって問題があるまさにここの多分2と4なんかそうですよね2の方はなんか構成物品ごとはって言ってるにもかかわらず4についてはなんか構成物品の話をしてるとどうなってるんだということなんですけど4についてやっぱり構成物品の話でではないんですよこれ構成物品に基づいて組物全体がどうなってますかといわゆる創作用意かどうかっていうところを聞いてるんですよね そこがやっぱりちょっと違う構成物品単体の話をしているのか組み物全体を話をしているのかっていうのはあのこれはよく違いますね。でよく質問いたあのこれ受けますで結構私あのしょっちゅう質問してくれと言ってるんですけどで休み時間でも何でもいいからとにかく質問してほしいと自分の講座の場合はでやっぱ質問されるとあのその分フィードバックしやすいんですよこうやってああこれよく聞かれるなっていうのがあるので,でよく聞かれるところですね。 そういった意味ではまあ間違いやすいところなんですけど、まあ、間違えてほしくないところですね B ランクにはなってるんですけど私は A いっていいんじゃないかなと思いますね。だから3問目 B ですね。これは枝の位置と皆さんよく間違えられているところでこれ講座の中では言ったんですけれども、まあ、ジュネーブに関しては確かにあの32の要件としては移植候補発行までなんですけど国際公表されちゃえば新規性を失いますよっていう。 うん、そこですよね。これね。聞いてるのはね。で。まあ、前回関連書が出たのかなで32の方が出てなかったので、まあ出るのかな。さり、やっぱり出ましたね。ここはね、うんで、そこの関係を聞いてるというところで、結構悩んでしまったということになります。4問目 c。うん、こういう細かい問題は間違えてしょうがないかなと思います。で、すごく大事なのはこのね。間違えてしょうがない。問題と間違えちゃだめな問題の見極めなんですよ。 で結構皆さん真面目にやっぱり全部正解しなきゃいけない全部できなきゃいけないと思ってるけどでもさ試験受ければいくらなんでも満点取ろうと思ってないでしょ <laughs> あの聞いたことないですよ私受験生と話しててお今年どれぐらい取れそうって満点ですってさ <laughs> あのそう力強い人いたら嬉しいんですけどなかなか皆さんいらっしゃらないですよやっぱ7割とかさ42は取りたいですねとか45は行きたい、ね、完全無欠で60点ですってさ <laughs> なかなかいないですよ。 にもかかわらずやっぱこういう問題でどの問題を取るべきでどれを落としていいのかっていう判断がつかないとそこはうまくいけないんですよ。だ問題の段階であこの問題を取らなきゃいけないこの問題を解けなくていいっていうのをやっぱ判断していかなきゃいけないこれどうやって判断するんだと思います本質で。これ簡単ですよ過去問で出てるか出てないか。やっぱだから過去問なんですよだって過去問ってみんなが勉強しているやり方だから全員が受験生。だそこがやっぱりしっかりできているかどうかっていうのがあのすごく重要なんですね。 で5問目についてはこれ B ランクですねこれ半分ぐらいですの1番と悩んでますね、うん、なんか補正ってなんか時期的な要件あるんじゃないのみたいな感じでねやっぱ1番で悩んじゃうでもだからね、うん、基本的にいつでも補正できちゃう、まあ、いつでもってことないですけど、まあ、60条のいくつかですか24でしたっけ、うん、で6問目 A これは皆さんできてますね、うん、よくできてます7問目 B まあこれもできてほしいかなっていう感じですね。枝の2とあの間違えたようですね。あのーはい、枝の2が、まあ、4分の1ぐらいですけどね。枝の2選んじゃった人がね。あのー、正解に比べると。うんまあ、分割出願だから訴求するよっていうところですかね。しっかり線図書けば間違えなかったところだと思いますね。8問目は A。よくできてます。まあ、何人もっていうところが違うねというところ9問目は C。まあ、これ意外にね苦手ですね。自主とか使用は。 で実施に関して特に2章は出たじゃないですかカメラマンの問題が業としての私もう何回毎年ね数人に質問受ける問題ですねどんだけ皆さんカメラマン好きなんだっていう <laughs> あのカメラマンが家でほら使ってる場合は実施に該当するかみたいな業として実施するかどうかって話の問題ですよだからそこと一緒ですよ実施と業としての実施っていう要件が別ですよねっていうそこのところのところがまあ問われてるまあそれだけじゃないですけどねうんっていうのが9問目ですねそれから10問目 A ですねこれはよくできてます いい感じですね。商標がえっ、ー、とできてないんですけど、だからこの中でどれを解かなきゃいけなかったかっていう。その作戦ですよね。結局本誌でだからできなかったじゃなくて、どの問題を解くべきだったかなんです。で、まず1問目に関してはこれ b ランクですけれども、も、うん、でま1、あ、畳なので解けそうな気もするんだけど、割とまあ4か5で選んだ悩んでるんですよ。皆さん。 4と5がほぼまあ正解率まあ5を選んだ方が半分ぐらい正解率ほぼ50%なんですけどで枝の4を選んでる方が大体3割ぐらいいらっしゃいますので、まあ、4か5で悩んだなというところなんですけど、まあ、ちょっとこれ何んですかね問題も読まなくても読まなくて読まなきゃダメか <laughs> ちょっと内容見なくても実はこうんですけどね、まあ、またちょっと講座とかではそんなあの裏技的な解き方もしますけど。 まあまあ、一応これについては、まあ、一畳ですから何、まあ、とかできてほしかったなというところですね。2問目これ C ランクなんですよねあの半分切っちゃってるというところでもうちょっと解けてもいいかなという気はしましたけど何と悩んだんだだろうこれ2問目なのでああ枝の4と悩んだんですかね。ああ,けあそうですねこれ決定,、うん、決定前にっていうところで、まあ、ちょっと要件細かいのでそこで悩んだ感じですかね。 3問目が、A、B ランクなんですけどこれは個人的な A ですよ。だって窓プロの枝の4これ枝の4ですけど4は過去問出てるところですよね。で窓プロに関しては少なくとも過去問の範囲はしっかり押さえていただきたいと思いますのでまあここはできてほしかったかなという感じです。で4問目 C これはちょっときついですね。 うん、あのまあどうだろうなっていう問題がいろいろ入っていましたのでこれはちょっと厳しかったかなとで今回、まあ、例えば枝の2とかが、まあ、これ青本に書いたの例なんですねでやっぱりその青本を読んでほしいっていうことなのかなで実際試験委員なんかと話をする時に何で今の,あのまあ講述をねやった試験員の方からなんで今の受験生って青本読まないのって話は確かに言われるんですよ。 うん、で「何青本読むなって教えてるのか」って言われたことがあって「いやそんなことはないと」と「ちゃんと読んだ方がいいよ」ってあの受験期間に言ってますよって話もしたことあるんですけれどもあのやっぱ実際試験員として青本読んでほしいっていう気持ちはあのまあ結構聞く話でそういった意味ではやっぱ担当なんかでも表れてきてるのかなと。うん、あの論文で「あ口述で青本の趣旨が言えない受験生が多いらしいんですよ」 それでまあ困っちゃうと、ね、今はそんなに口実を落とさなにもいかないですからそうするとやっぱりまあこうやってね本誌なんかでも青本の内容を聞いてきてまあこれは特許庁としても青本ちょっと読んでねというまあなんかあの意図なのかなと思いますね、まあ、審査基準はあのねがっちり読む必要はないと思ってますけど個人的には、まあ、青本はやっぱり読んだ方がいいかなというふうに思ってます。で5問目が D ですねこれがあの相当出来が悪いというところです。うん でまあ、これはちょっと難しいですよね、かっこいいとかかっこはが、これ、審判便断の、えー、もう根拠になってきてますので、実際はね、うん、あのまあ審判便断なくてもあの答えられるんですけど、あのか根拠というか、条文の意味を考えていけば。で、私自身は、あの自分の講座の中では、あんまりそこを根拠には持ってこないので、審判便断とか、なんか PCT なんかも、PCT 規則とかってほとんど根拠に持ってこないので、うん、あのそれやっちゃうと、覚えてないと解けないんでね、それじゃ困るんですよね、本詞でね、覚えてないから解けないでは。 だからそういった意味では、まあ、正解を出すっていうことがやっぱり重要ですので、うんまあ、ただちょっとこれは厳しいと思います。で6問目が C ですね。でこれもちょっと厳しいかなという形ですね確かにね。うんまあ、もうちょっとできてもいい気はしますけれどもやっぱちょっと正解を出すのシビアかなと思います。で7問目が B です。 でこれは、えっと、使用の定義なのでまあ生徒率半分ぐらいなんですけど、まあ、2番ですよね、まあ、条文上から考えても画面って言ってますから表彰を付するっていうのはちょっとおかしいよねこれ表彰を表示するですよね7号っていうのは。うん、いうところなので、まあ、ここはしっかりできていただきたいなで私ここ結構講座ではしつこく言ってる条文で,でなぜかというと口述の もしとかであのこの問題を出すすんですこの問題同じ問題じゃないけど7号の条文を言わせるとほとんどの受験生が7号って言えないんですよ。あので条文見るんですよ口述だから。条文見ててて再度言言っっくれとなぜかとしたら普段んからここの条文あんまり見てないんです。でここだけフするじゃなくて表示するってなってるところが頭から落ちちゃうんですね。なので結構もう担当の段階から私早く言ってるんですよこれ。ここは違う条文だからねちゃんと読んでねっていう。で読んででなないいとやっっぱり答えらんんで口述って で、そういった意味では、まあ、それ考えると、まあ、二番っていうのは、ここは選べた枝だとは私は思いますね。八問目 C. ランク。これきついですね。うん。で、きついんですけれども、例えば、歯。に関しては、もう、これ去年でしたね、確かね、論文の過去もあの、本誌で出た。ところですので、やっぱ、そういうところを、ちゃんとすぐ出てきてますから。うん、特に、やっぱ、最近のですかね。あの、抑えなきゃいけない判例というのは、そんなにないので。やっぱ、抑えていただきたいな。 であとはもうね、あの延長、想像期間延長絡みの判例が出てないんですよ、まだ。で、あそこだけがちょっと担当としては、えー、気をつかなきゃいけないかなというところですね。えきもめしです。で、これもまあ4と結構悩んだんですけれども、これ5番も、これ、解いてほしいですね、半,半分正当率終わっちゃったんですけど、これ、地方国団体でも飛びついたんでしょうね、あ四4五6号だと。<laughs> なんだけど、これ、監督用で経産大臣指定ですから、5号ですよ、うん、こうなると。 当事者出してもだい,いうだこれは取ってほしいですやっぱり。うん、で10問目が、まあ、これでですね3割切っちゃってますので、うん、まあしょうがないかなということですね、まあ、3割さすがに切っている問題は我々が解いてほしいと言っても皆さんが解けてないのでもうこれはしょうがないですね。うん、ということになります。はい、で下3歩はまあ出来がいいんですけども一応あのランクだけ言っときますと1問目が B ですかね条約の1問目。うん でこれはよく、まあ、あの私、口座の中で言うのは面倒くさいことってここは国際調査報告なので国際事務局が質害に送付するのはまどろっこしいんですねとよく私、そういう説明をするんですけど、うん、あの国際調査なんてでも報告書ってのは質害に必ず送るんです出願人プラスアルファなんですだから国際調査機関が質害に送らないということはちょっとありえないということですかね、えー、で条約の2問目が、えー、と C ランクですかねさすが PCT だとちょっと出来が悪くなるかなと。 3問目が C4 問目が A あのこれがちょっと出来がいいって感じですかねで5問目が C というところなんで PCT に関してはまあ2つですかねはしっかり解けるかなと、まあ、あの5問目は PCT ではないですけどでまあ6問目からが A ですかね、まあ、ジュネーブ出ましたね今年ねうんなのでちょっとまあ来年も要注意かなと思います7問目 C8 問目 C ということでパリ条約の出来が悪いですねやっぱ育成あるが問題なので若干解けなかったかなと。 で九問目が A、十問目 A というところでさっき言ったようにトリップ数がよくできています。でちなみに著作不況に関しては、え、何のあれだじゃない？問題六が B、他全部 A。<laughs> さっき言ったように A ランクが九問あるということになります。で、まあ一応まあ最後、もう時間ですので最後の話だけしますと、来年に向けて何をやっていくべきかというところでまず今年せっかく本試験を受けているので復習をしていただきたい。 で復習をするときに何かと言ったら間違い分析し上という時々私講座で言っているんですけどなんで間違えたのかをしっかり分析してほしい枝ごと問題ごとに本当に知らなかっただけなのかあとで読んだらできたのかっていうところをきっちり確認してほしいんですねでそれをやらないとせっっかく受験したたのにもいいないです皆さんにとっては貴重な経験をされているわけですからそれを生かしていただきたいというところとまあ昨年もちょっと言ったんですけれども来年に向けてなんですけど過去問 についてを正確な理解をしていただきたい。で、これ何の図を書いてるかっていうと。過去問の理解度が実は人によって違うっていう話なんですよ。で、さっき言ったように、私がいう別で、皆さんに問題解いてねってことで、解かしてる、解かしてるとか、確認させてるんですけど。c. さんみたいに、過去問をやりました、解説を読みました。本来、理解すべき内容を、しっかり、あの、穴埋めできていればいいんですけど。結構、a. さん、b. さん、パターンが多いんですね。自分としては、過去問、答え確認したと。 マルカバス確認したんでもういいやっていう方もいれば A さんみたいに解説は読んだんだけど実はよく分かってないでここのばらつきがあると結局過去問ってあの何回やっても解けるようにならないんですでよく自分が「帰れません歩行」っていうのを自分の講座だやってるんですけどあの問題を15問解かして何問正解しますかってやってるんですけど過去問ばらすすと皆ささんでできないですでさらに本当にその傾向を見てると分かるのが15枝解いてもらって受かる方っていうのは間違えて1枝です。 同じ2だやっぱり毎回やって毎回3位だ4位だ間違えますよって方はなかなか担当の本試験でも点数取れないっていうことになるのであの過去問って同じ問題が出なさそうなんですけど論点は同じところが出てますのでまずやっぱりそこから優先的にやっていただきたい。で結局今年の本試でも過去問から全く関係ないところって実はそんなに出てないんですよ論点で。 皆さんそうするとやっぱ直前になるといろんなことをやり,たやりたくなっちゃうんですよどうしてもね条文を所読しなきゃとかこれやんなきゃってなるんですけれどもやっぱり過去問を潰して上ということになるので,で一つのまあ目標としては年内12月までに4法に関してはまあほぼ分かんないことをなくす枝ごとにもう根拠とか理由ですね解けるってことじゃないよ解けなくていいんだよ。 解けなくていいんだけど枝別足別に少なくとも4本に関しては疑問点がないよっていう状態に持っていけると来年がかなり楽になります。そこを一つの目標として進めていただければなと思うんですね。で、まあ私のまあ講座の中では今言ったようにまあ極力まあ十分根拠っていうわけではなくってなんでそうなるのっていうところから。 私自身があまり記憶力ないので、だから要するに覚えてなくても、まあ、そこは解けるという状態に持っていきたいと思ってますので、まあ、また何かね、あの、機会がありましたら、えー。ご質問等いただければ、よろしいかなと思います。はい、えー、というところで、一応、まあ、前半は私の担当分というところで、まあ、全体の流れというところで。一応、後半は、また、これで、ですかね、切り替える感じですかね。はい、どうします。<laughs> あ、もう終了でいいんですか。はい、あ、そうですか。はい、じゃ、一旦終了らしいので、じゃ、一旦終了します。はい、お疲れ様でした。